岩田平作から1902年5月26日は、日本の武士、幕臣、明治期の海軍技官。浦賀奉行所組同心から下士官要員として、長崎海軍伝習所一期生に選ばれ、苫江文様を学んだ。軍艦総連書教授法となり、慶応2年に法蔵万卓から、小獣人格軍艦組に進んだ。慶応3年に、小野智五郎に従い、渡米。 ストーンウォール号を日本まで開港した。その後、関林丸艦長を務めた。母親戦争には加わらず、維新後、明治3年に民部省、準13党出資として、武蔵海の乗組を命じられた。翌明治4年には、後部省、準13党出資として、横須賀製鉄所勤務となり、同年には、造船少子となった。海軍移管後、明治5年に、 主戦勝士、聖母成功係県水府支配として、横須賀造船所に勤務している。明治6年に、主戦中止。明治7年に、主戦大使。明治10年に、海軍一等使に進み。明治17年に造船歌手官心得。明治18年に、地港ごと俗領県人となったが、同年病気のため休職。明治19年2月、非職を命じられ。 明治22年に退官した。明治24年、あたご山公園に建てられた中島三郎介将婚碑にも、発起人の一人として名が刻まれている。ありがとうございます。